後で誰か通訳して伝えてやってくれよ。こいつら弱くねえんだ。お前ら弱くない。弱かねえ。だけどただ俺たちの方が上手くてかっこよくて強かったってそれだけなんだよ。忘れません。ちょっとかっこいいってのはどうかなと思って。あるべき場所にタックのベルトも帰ってきたし、どうせ大阪も我々仕事ありませんし休憩しましょうか。ちっとかな、ずっと手突っ張りだったし。じゃあな。残念でした。へい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 。冗談だよ冗談。そんな怒んない。何てか分かんねえけどごめんな、俺英語できなくて。ベルト持ってこい。シングルのベルト、シングルのベルトだ。おお、そう。ファンタズム。近寄んな近寄んな。お前何するか分かんねえからな。俺は信用してねえ、一個も信用してないよお前のことは。だけどお前と武士がチャンピオンシップ、なんだそりゃ。誰が許可したんだ。一人は広めなのは分かるよ。なんでかな。推薦されただけでチャンピオンシップに挑戦できるって、いやー羨ましいぜ武士君。ああ、来た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 。こっちだこっち、こっち持ってきて。そう、いや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 、待て待て待て、ウェイウェイドはミニウェイな。オッケーだ。どう考えたって次俺だろうよ、挑戦者。待て、今なんかされたら俺死んじゃうよ。ちょっと待てよ。お前らのシングルマッチなんか認めねえよ。次は俺だ。100万歩譲って 3way だったらやってやるよ。大阪でいいよ。おーおー、やってやってお前。 This title Maybe in Osaka? When I don't know, but I wantRace with you and Bushi 3-way IWGP Junior Heavyweight Single Match。 やってやろうじゃねえか。あとは会社がどういう判断下すかだな。別にこいつら二人でやったっていいんだぜ。いいよ。誰も認めねえよそんなチャンピオンシップよ。そう。コードブレイカー記録に指名されたんだよ。やるしかねえだろ。どっから来たんだよこいつ。ヒロムのためにも俺が IWGP ジュニアマイクエンセリオバーチ本来だったら今夜は IWGP ジュニアタッグのタイトルマッチだったよ。でもしょうがない、怪我は誰だって起こり得る。俺はヒロムからもらったチャンスをもらってヒロムの帰りを、復帰を待つよ。復帰したらいくらでもチャンスはあるよ。IWGP ジュニア王座決定戦 3way、 俺は別に構わないよ。ファンタズモにもエル・デスペラードにも借りはあるからな。大阪城ホール、 IWGP ジュニア王座決定戦 3way で決めてくれよ。You want me to call me right now? You want? Yeah, man. Come here. I'm doing it. You want me to cut a promo after what just happened? What
just happened was Kanemaru. Nah, I'm not doing it now. My fucking jaw! Pussy! You would mean the same thing Hiromu was gonna mean. Sudden death! No IWGP Junior Championship! And Despy! 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 You think I am gonna make you a star? Huh? You, my friend, are going to make me a star. Ishimori! おい、見たか、おい。あ、おい、一発で取ってやってよ、一発でな、おい。取り返しやってよ。これが、俺とデスペラードのタッグチームだ。あ、おい、よく覚えとけよ。この戦い方、あいつらみたいに、やればいいってもんじゃねえぞ。おい、他にもいるだろう、そういうやつら。え、次の挑戦誰だ、おい。あ、誰でもいいよ。教えてやるよ。あ、いつでも来い。うわぁ、痛っ。うわぁ、痛っ。顔半分なくなったかと思った。うわぁ、痛っ。とりあえずファンタズマとブジには腹渡にえぐり返ってるけど、それ今日のメインは何でしたか。ええか、俺、誰だ、名前出てこない。石森だ、そう、石森、ほら。ああ、石森とファンタズモ。どうだこうだ言ってるけどな、俺はあいつら認めてんだよ。すごくね。試合中は、ただ行儀が悪くてな、そこに関してリスペクトを持てない。あとなんだかんだ言ってファンタズマの運動神経おかしいからな、あいつは。あと目端も効くし視野も広い。だけど単純にタッグとしての能力が俺たちとは運命の差だな。この間オタクでは行儀悪いのに振り回されちゃってちょっとついていけなかった部分があって取られちゃったけど、結果見てみろよ。俺たちが持ってるあるべき場所つんな、俺とノブさんの腰、まあ、巻かないんだけどさ、俺たちの所有物だこいつは。でファンタズモ、いやお前ぶっ殺してやろ。あとは会社の賢明な判断を仰ぎましょうな。あこれでお前大阪でできるのか、それともなんだっけ、武道館だっけ、畑記念、そこであいつらがシングルやんのか、それとも俺のこれだけの行動を起こした人間を仕方ぶっこいてシングルにしちゃうのか、それともちゃんと俺の話聞いてするようにすんのか。シングルのベルトのなあ、チャンピオン様が怪我しちゃってよ、返上だぞ返上。これまでの歴史はプツンと切れちゃったわけだ。それでだ、代表者が2人で決めて、果たしてそれは伝統と言えるのか。違うでしょうよ。ああ、その時にそこそこ能力のある人間が全員で寄ってたかって奪い合うからこそのベルトだろう。ああ、なんそれお前、怪我したチャンピオンの推薦で一人決まったとふざけんなこの野郎。ああ、なめんな。シングルのベルト狙ってんのは何もお前らだけじゃないんだよ。はっきり言って今行動した俺だけじゃないだろ。ショーも言ってんだろ。ああ、行動起こしてないからどこまで本気か知らないけど、あとシャ
本当に興味があるのか口だけなのかわかんない、田口はわからんが。スリーウェイですか、代表戦ですか、どうですか。